五十ス進は、アゲハチョウ家を中心に、蝶の幼虫期の形態を研究した昆虫学者であり、ノンフィクション作家、実業家としても、業績を残した。東京に生まれ、少年時代より、昆虫少年として活動する。1947年、東京帝国大学工学部建築学科を卒業。大成建設に就職して、海外の現場を率先して引き受けつつ、 赴任先では未解明の腸の幼虫期の研究も行い、次々に成果を上げた。この研究により1983年に京都大学で理学博士の学位を取得。論文の題は The Classification of the Papriani Day, Mainly Based on the Morphology of the i m a t e u r Stages. 企業人としても実績は評価され、1979年から1985年にかけて体制建設の取締役を務める。定年退職後、退職金をつぎ込み、それまで全く幼虫期の生態や形態が不明だった天狗揚げ派の調査団を結成し、ヒマラヤ山脈の麓、インドのダージリンで探索を行った。結果、 キャンベリー木蓮が植樹であることを明らかにするとともに、各都市の幼虫形態の記載を行った。その後、新越半導体で社長となる。天狗アゲハテイノパルパス・インペリリス長を対象とした、学会である、日本鳥類学会の発起人であり、初代会長を務め、職を退いた後に名誉会長となる。なお、日本鳥類学会の解明、学会指名には、 いがらの研究対象であった天狗揚げ派が通称として用いられており、学会誌の表紙も飾っている。作家としてもフィクション、ノンフィクション両面で著作を残している。父のいがら恵めが、三保の関事件で沈没した駆逐艦わらびの艦長であったことから、事件の点末を追跡調査して執筆したノンフィクション、黒木、日本海に醤油、海軍、 三保の関遭難事件と三保の関の彼方へ日本海軍特批遭難時のほか海外赴任中の体験をベースに表した小説ある飾られた詩とクルドの花が知られる。自身も他の作家の記した小説のモデルとなっており、柴木義子は彼をモデルとした人物を主人公に黄色い皇帝を執筆した。これは旅立ちは愛歌の題で、 田中健を主役にテレビドラマ化もされている。2008年4月6日、遺願により死去。去年83。妻の雅子は小坂徳三郎の娘である。ありがとうございます。